休養前最後のステージとなった氷川きよし45は紅、白組の枠にとらわれない特別企画として限界突破サバイバーを熱唱した。不死鳥に乗って歌唱するという NHK 紅白歌合戦の歴史に残るド派手演出で日本中に氷川の姿を焼き付けた。休養前最後の曲に選んだのは、従来の演歌の枠にとらわれない、今や、おなじみのナンバー。2017年にリリースされた当時、ビジュアル系シンガーのような衣装で、ロック調で歌う姿が話題を集めた。氷川の新たな一面が広く浸透したきっかけとなった、思い入れの深い曲だ。歌唱後には、また、必ず帰ってきます。と叫び、不死鳥のごとくまた、紅白のステージに立つことを誓った。Thank you.